10月11日からですね、全国地域安全鹿児市出身の俳優で、鹿児市の PR 大使を務めていただいてます西村元貴さんがですね、まあ、そちらに控えていらっしゃいます。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございました。それでは、はい、皆様ありがとうございます。それでは席の方にお戻りください。一日警察署長を務めさせていただきます西村元貴と申します。本当に今日こんなに多くの方々にいらっしゃっていただけると思ってもなくて、誰もいなかったらどうしようという不安を朝から抱えて東京から来たんですけど、本当に皆さんのおかげでリラックスした気持ちで一日警察署長を務められること本当に嬉しく思います。故郷がこういう平和な街でとても嬉しく思っております。これからも引き続き皆様一人一人防犯意識を高く持って、この鴨の街を、愛していただき、皆様で盛り上げていただけたらとても僕も嬉しく思いますし、私も、PR 大使としてこれからこの鴨をより一層愛して、日本、全国、世界に発信していきたいと思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。騙すかなあ。ああ、今日もちょっとね、ちょろっと電話すれば100万、200万ってみんな出してくれるよな。ああ、この町なら長生きしてる人がいっぱいそうだな。年寄り。もしもし。あ、もしもし。私、鴨市役所保健課の越後屋と申します。この度、保険料の関係であなたに還付金2万円がございます。鴨警察署に電話しよう。はい、鴨警察署西村です。事件ですか、事故ですか。実は今、詐欺の電話が私の家にかかってきました。犯人は還付金があると言っていました。日頃から高い防犯意識を持っていただきありがとうございます。これからも高い防犯意識と、高い防犯意識を持っていただいて、素敵な、鴨市を作っていただくようご協力お願いいたします。ありがとうございます。失礼します。録音状況で、相手にはこの電話はもう通話は録音してますよっていうのを、ご飯でつなぎます。はい、ありがとうございます。気をつけておかれさま。ありがとうございます。よろしくお願いします。行ってまいります。お願いします。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、本日は。